はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日ですね、12月31日火曜日でございますね。はい、もう2019年も本日で終わりでございます。明日から2020年ということで、ジョマジ今日ですね、先ほどまで東京ディズニーランドと、ね、東京ディズニーシー行ってました。この前の土日月ですね、年パスの除外日だったの でジョマジですね、残念ながらインパできなかったんですね。でも4日ぶりでね、今日久々にインパしたんですけれども、もうですね、もうすでに正月のね装飾してありましたので、今日はですね皆様にその装飾をですね見ていただきたいと思います。それがすごいですね、それにしてもね。ということでね、まあ、4日ぶりにね久々にインパしましたら、その正月のね装飾してありましたので、今日はですね皆様に一足お先にですね正月の装飾見ていただきたいと思います。それではまずですね、東京ディズニーランドの装飾でございます。どうぞ。それにしてもすごい風。はい、エントランスですけど、みんなね冬休みなんで地味に混んでますけども、まあ、昨日よりはねもう全然空いてますね。4日ぶりだから緊張する。ディズニーランドのロゴの下に金が新年って書いてあるものがあります。これだけでもね結構日本っぽくていいなって感じしますね。ちゃんと2020年になってますね。隣にはミニーちゃんの門松があります。とってもね綺麗ですね。今年のはなんか花がたくさんあってめちゃくちゃ可愛らしいと思います。すごいですね、めっちゃ綺麗ですよね。なんかどことなくねベリーベリーミニーをちょっとイメージしてるかもしれません。はい、ネズミ年ということでこっちミニーです。はい、こちらはミッキーですね。はい、ネズミ年なのでミキミニーって感じです。はい、ちゃんと2020年になってますね。ちょっとね4日ぶりなんでね、もういつからこの門松が置いてあったのか分かりませんけれども、はい、でこれが今年の門松です。でこれ以外はないですね、装飾。はい、ということで、こんな感じでね、ディズニーランドはですね、ミニーちゃんのねなんかベリーベリーミニーにねちょっと合わせたね、感じなんでしょうからね、すごい可愛らしいですね、門松とかがありました。はい、ということで、明日からですね正月のイベント始まりますので、5日間しかありませんからね。しかもね、結構レアなねイベントになりますから、ぜひ皆さんですね、1月1日から1月5日の正月のイベント来てみたらですね、ああいう門松とかねぜひレアでございますので、写真とか撮っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。この後ですね東京ディズニーシーバージョンの動画も投稿しますのでぜひご覧ください。ちょっとね風がね今日一日すごくてねちょっと見づらくて申し訳ございませんでした。で今からねカウントダウン始まるんですけどね、カウントダウンのイベント、この風だからねもう大丈夫かなと思います。私はね抽選外れてるんでね中入れませんけれどもね。いやーなんか12時の、ね、花火も大丈夫ですかねこの風。もう本当に台風みたいな状態なんですけれどもね。はい、まあ、とりあえずジョマジはですね外からカウントダウンのね花火のね映像を撮りたいと思っておりますので、またね12時ごろお楽しみに待っててください。すおほマジですごい風だけど大丈夫かな。はい、まあ、とりあえずね花火やることを願っておりますのでね。はい、ありがとうございました。それではジョマジでした。ディズニーシーの動画もお楽しみに待っててください。バイバイ。